オプションとは、株式会社ディーズクラブが制作、三営書房が出版している自動車雑誌の一つである。1981年創刊、毎月26日発売。現在の編集長は、家事編こと、家事振興。1981年に創刊され、主に四輪自動車の改造、チューニングを中心に取り扱っている。元々は、オートスポーツ。 オプションという使命で、同じ三円処防のモータースポーツ専門誌、オートスポーツの別冊として刊行された。総刊当初は、道路交通法違反など違法、脱法行為を推奨、助長するかのような記事や、取り締まりをする警察をバカにした記述がよく見られた。1990年代中頃以降は、改造車であっても合法的に車検を通せるようになった時流に合わせ、 表面的には、露骨に脱法行為を推奨するような記述は徐々に減っている。紙面の構成としては、長期連載の企画記事もあるが、どちらかといえば、チューニングショップメーカーが手掛けた車両のカタログ史的な構成である。これはチューナー寄りの雑誌として、チューナーの本音、DIY で壊すぐらいなら、最初から任せてくれればいいのに、を実践しているためと思われる。 別にチューナーは DIY することを悪いとは思っていないが、それを手直ししようとすると配線処理が雑だったり、得体の知れないパーツが装着されていたりと触りにくい環境になってしまうため、あまり好きにはなれないとのコメントを以前記事に寄せている。技術的な情報は、紙面に登場する車両の記録やスペックの説明がほとんどであり、きちんとした整備技術などの情報提供は、 あまりなく、稀に、スポンサー協賛と思われる記事においては、明らかに間違った情報を提供することもある。他にこの雑誌特有の傾向として、かつては、車両性能の評価基準が最高速度と、最高出力に変調していたことが挙げられ、初期の頃の紙面はほぼ最高速アタックに偏っていた。相当である、稲田大二郎が、サーキット走行より最高速追求が好きな、 人間であったので仕方がないとは言えるが、もともとバランスを考えて、あえて自然吸気エンジンを採用した車でも、オプションでは大抵ターボ化される羽目になり、パワーより趣味性を選択し、ふんだんにお金と手間をかけた職人的なメカチューン、などという車両の記事はほぼ見られない。しかしバブルが弾けた頃より、な、エンジンが脚光を浴びるようになる。そして D1 で、上岡津弘が、 エンジン200馬力の86を用い、400馬力オーバーのターボ勢をなぎ倒すという活躍があり、現在では以前よりも両方の記事が均等目に扱われている傾向にある。2018年にはウェブ媒体であるウェブオプションを開始。編集長は以前オプション本社で編集長を務めていた尾無箱と竹本祐希。オプション本社の内容も一部掲載されるが。 オリジナルコンテンツや過去記事も数多く公開されている。当初は自動車の改造そのものが違法であった時期であり、完全にストリート志向であった。1990年代に入り、競技としての04や最高速度記録などを積極的に扱うようになったため、1990年代中頃よりドリフトよりの内容にシフトしている。ドリフトよりの編集傾向は活かす。 ドリフト天国がドリフト天国管轄に移った際に一旦沈静化していたが D1 グランプリが盛り上がってくるにつれまたドリフト寄りになってきているしかしワイルドスピードのブレーク時にはスポーツコンパクトの記事が多くなったりしており今日ではドリフトに限らず発行時点で巷で流行ってるものを追いかけるというスタイルとなっているまた雑誌の相関経緯や 経営母体の産営処方がほとんど自動車専門の出版社というカテゴリー上、レース関係もそれなりに取り扱っている。が、それはレースからフィードバックできるものを探す記事であったり、走りや上がりのレーサーを追いかけたりといった記事が多い。オプション紙が企画した d 一グランプリの扱いが多いのは当然であるが、その他国内レースはツーリングカーや GT カーのカテゴリーや海外でも有名レースに関しては簡単なレポート程度で扱うことがある。雑誌という形以外にビデオオプションがリリースされている。過去のものも含む特集の内容はリンク先を参照。その他、本誌以外にも兄弟誌とも言える三栄書房が出版する同様の自動車雑誌が数誌存在するが基本的なスタイルは本誌を追従しており、 やはり改造関係が大きなシフトを占める。ありがとうございます。